で、ここまで、XMP のグローバルビューに関する指示文をいろいろと話してきましたと。で、これが一つ非常に、切り出してはあるんですけど、非常に典型的な XMP のグローバルビューによる、プログラムの例です。もともと何があったかっていいますと、3次元の配列がいっぱいありまして、それに対して30ループがあって何か計算を行うっていうような書き方になってます。最も典型的なまずノーズ指示文を使ってそのプログラムを実行するノード配列の、ノードの形状を指定してやります。この場合は NPX×NPY×NPZ の3次元のノード配列を用意していますと。でからこのテンプレート、3次元のテンプレートを用意して、星々ブロックですね。だから、テンプレートの3次元目だけを分散するっていうような書き方になっています。で各配列をテンプレートに対してアラインさせますと。でシャドウ、ループ内の計算をするためにシャドウが必要になりますので、シャドウ指示文で指定していますと。これはちょっといいですね。でループで実際に計算する直前にはそのステンシル領域を更新しておく必要があるのでリフレクト指示文を呼ぶと。で実際に各配列、各ループの直前にはループ指示文を入れておくと。基本的には最もシンプルなパターンですけど、こういった調子で各プログラムにディレクティブを挿入していくと並列化が完了するわけですね。でこれは今のこの例からもお分かりになると思うんですけど、グローバルビューっていうのはメッシュベースのアプリケーションにものすごくよく合致します。だから典型的には例えば気象のコードでありますとか、なんかこうバーがあるようなやつですね。気象なんかのこうメッシュベースのアプリケーションを並列化するときにはこの XMP のグローバルビューが非常によく機能すると考えられます。で、今そういうわけでメッシュベースのやつにはグローバルビューがいいですよと言ったんですけど、世の中にはメッシュベースではないアプリケーションもたくさんあるわけで、そういった方向への対応としてあるのが、最初の方にも1回出てきましたけど、その時はあまり詳しく話しませんでした、ローカルビューというものです。で、グローバルビュープログラミングが、何回も言いますけど、こうプログラム、解くべき問題の全体をプログラム帳に書いた上で、それをどう分担させるかっていうことを指定するっていう方法なのに対して、ローカルビュープログラミングっていうのは各ノードが個々人が解くべき問題を個別に書くものです。例えばさっきは問題1から100を書いた上で4等分しなさいという指定だったんですけど、このローカルビューの時はノード1は問題1から25を解きなさい、解くっていうことを書きます。具体的にノード1が解くべき問題1から25っていうのをノード1のプログラムとして書いてやるっていう方法です。で、これは MPI なんかのプログラミングモデルと同じです。自由度が高いというか、個々のノードの動作っていうのを細かく指定することができますので、何でも書きますけど、一般論としてはやや難しいでしょうと。でしかしながら例えばメッシュベースでないようなコードですと、グローバルビューっていうのはやはりやや難しいというか合致しないというか、うまく合わないというわけでして、そこで XMP ではローカルビューのための機能も用意されています。でそれがフォートラン2008から導入されているコアレイというものです。ちなみにこれはフォートラン2008から我々がこう XMP の方に輸入してきたものですので、本家の方はフォートラン2008っていうフォートラン標準にすでに入っているものですと。で世の中のフォートラン処理系にもぼちぼちこのコアレイサポートしているのが出てきてまして、例えばインテルの処理フォートランコンパイラーの中にはコアレイ入ってますね。あるいはここの K コンピューターのフォートランコンパイラーまだ入ってなかったりとか、そういう世の中で標準に入ってますので徐々に採用されつつあるものです。で、コアレイ機能、あんまり詳しくはお話しませんけど、こういったものだっていう、雰囲気だけ分かっていただければと思います。で、グローバルビューの場合は、ある別のノード上のローカルメモリーに直接アクセスするには指示文を使うしかなかったんですけども、このコアレイというものを使うとそれが別の方法で指定できます。つまり
コアレとして宣言されているデータというものは他のノードからも指示文を使わずにアクセスすることができますと。で、具体的な書き方としてはこんな感じになりますと。この場合は、まあ、B っていうデータがコアレですよっていう宣言をしています。ちなみにコアレっていうのはさっきも言いましたけどフォートランの機能ですが、 XMP ではそれをフォートラン版にも C バージョンにも両方とも導入してますんで、なのでこれは C の場合ですね、このデータ B はコアレですという宣言ですと。そうしたときに、これは B っていうのはこれは配列のイメージなんですね、こういった書き方をしますと、ここだ、この代入文の右辺ですね、ここでやりたいものはノード2が持っている B 括弧3コロン3のデータを自分のノード上の A0 コロン3に代入するっていう処理です。それが書いてるのがこういう書き方ですと。で、配列 B は壊れっていうのをここで宣言してまして、この代入文で実際に何が起きているかっていいますと、まずこの右辺側のこのコロンの後に出ている括弧、これがコアレ特有の記法でして、どのノード上のデータであるかっていうのをコロンの後に指定しています。この場合は従ってノード2の上にありますこの B3 コロン3っていうデータを取ってきて、これはだからよそのノード上からデータを取ってきて代入しなさいっていうことをこのコードで指定していることになります。ちなみにですね、フォートランをご存知の方は、ここにいらっしゃる方はフォートランとシードどっちがよく使われているか分かんないんですけど、フォートランのこの、配列添え字のところ、このコロンを使った、まあ、三つ組みっていうんですけど、この記法だ と、初期値とつまり下限値と上限値と刻み幅ストライドっていうことなんですけども。ここの C バージョンでそれはちょっと違ってまして、一番最初のところはこれはまあ下限値、これは一緒なんですけどベースですね。そのコロンの次のやつはこれは長さになってます。だから、これ3コロン3はこれ3から3っていう意味じゃなくて、3から始まって3つ分のデータっていう意味です。3、4、5っていう意味です。これはで、これはその三つ組、添え字三つ組の意味がフォートランと C で違ってまして、まあ、非常に混乱を生むところではあるんですけども、こういった意味の三つ組の記法っていうのがすでに採用されている標準ではないんですけど採用しているところが多いんですね。インテルの処理系なんかがこの記法を採用してますし、そこから取られたんかどうか分かんないんですけど、まあ、OpenACC っていうGPU のための言語仕様があるんですけど、そこでも、C バージョンの三つ組みっていうのがこの意味になってます。なので、まあ、我々ともちょっと混乱運かなとは思ったんですけども、三つ組みはこういう C バージョンの三つ組みはこういう意味だというふうに定義しています。で、コアレの宣言、今この赤いところで書いたんですけど、まあ、XMP のバージョン 1.0 の仕様ではこのコアレ指示文を使って宣言するっていうことになっとったんですけど、まあ、もう一個バージョン 1.1 ではこれを改定して、まあ、こういった宣言の仕方もできるようにしてあります、まあ、これはちょっと余談ですけど。で、ちょっとリモートライト、コアレを使った場合のアクセスパターンについてちょっと、一つ具体例を挙げてみようと思いますと、ここで起きるのはノード2は違うな、ミイコール2だから ノード2がこの代入文を実行しますと。そんで、ノード2が自分のところの3コロン3、まあ、この部分をノード2がこの部分を隣のノード P1 のこの部分に書き込むっていうものですね。だからこれは、よそのノード上のメモリに書き込みに行ってるわけです。リモートライトですね、まあ、あるいは、プットと呼ぶこともありますけど、プットパターンはこういったふうな書き方ができます。同じ、結果は同じなんですけど、実行の主体が違うものでリモートリード、ゲットと呼ばれる操作もありますと。この場合は、ここは me イコール1ですんで、プロセッサー1が隣のノードのこの部分のデータを取ってくるっていうものです。さっきのやつは置きに行ったわけですけど、今度は取ってきてるわけですね。
結果として起きるものはこのデータがここにコピーされるっていうことで同じなんですけど、実行の主体が違うわけです。さっきのやつは P2 が起きに行きましたけど P1 が今度は取りに来るっていう操作をしています。でこれは XMP にも別に壊れにも限った話ではなくて、一般に MPI の場合でもそうです。一般にはリモートリードゲットよりもリモートライトプットの方が高速です。取ってくるよりも置きに行く方抱く方が高速です。なので、まあ、同じ結果ができますけど、リモート、プットとゲット2種類の方法があるという話です。あとは、壊れよ機能を使う場合には同期の方法として、グローバルビューの時とはまたちょっと違うものが用意されてまして、まあ、バージョン 1.0 とバージョン 1.1 で書き方は違ってますけど、まあ、一番強く使われるのはシンコールっていうものですと、まあ、バリアなんですけども、シンコールっていうバリアを張った時点でそのタイミングまでに発行されていたリモートライトとかリモートゲット、リモートリードっていう処理が全て完了したことを保証します。まあ、この辺はちょっと MPI でいうとプットゲットであるとか、その片側通信と呼ばれる類の通信パターンにちょっと慣れてなければ、直感的には理解できないかもしれませんけど、高アレイのための同期の機能も用意されています。で、ここまでが XMP 仕様の、簡単な解説でした。で、本当はですね、このスプリングスクールのところで実習もまでできたらよかったんですけど、まあ、もう時間があんまりないっていうこともありまして、処理系のお話とあとはちょっと他で講習会しているところの紹介なんかをして終わりたいと思います。今までのところが言語仕様のお話でして、で言語仕様があったらありまして、それに対する、言語処理系コンパイラーも必要になってきます。で現在存在しているのは、まあ、オムニ X スケーラブル MP という、これは我々理研 AICS と筑波大で開発している XMP 処理系です。C バージョン、フォートランバージョン両方ありまして、オープンソースとして開発しています。作りは、まあ、これは細かいですけど話ですけど、トランスレーターとランタイム MPI ベースの今現在実装されてまして、プラットフォームとしては普通の Linux クラスターやクレードマシンとか、もちろんここの K コンピューターもこの前の講義でお話されたアイクスのソフトウェアの、仕組みの中で、公開しています。だから NEC の SX とか地球シミュレーターの上でも動作を確認しています。まあ、原則としては MPI が動作している任意のシステム上で、動作させることができますと。現況としては、現在プロトタイプ版を公開中ですと。まあ、大体主要な機能は実装済みですけど、一部まだ、制限事項がありますと。で拡張機能としてはアクセラレーター、GPU 向けの拡張とかプロファイラーインターフェースなんかを持っています。今後は4月に 0.8.0 を出して、11月にはフル機能の 1.0 をなんとか出したいとやっております。まあ、細かいです、話ですので、バージョン 0.7.0 ではいくつか制限事項、こんなところがあります。これはご覧のっておいてください。で、でオムニ XMP ももしご興味があればこのウェブページからダウンロードできますと。ソースタールボールとかデビアン、ウブンツー、セントOS向けのパッケージなんかも置いてあります。その他チュートリアルやサンプルコード、サポート ML に関する情報もあります。ここにあるまあチュートリアルが結構分かりやすいので、この講義の説明よりひょっとしたらいいかもしれないですね。あとは、そうさっきも話しましたが、K コンピューター上でも利用可能です。Opto AICS Omni っていうところにインストールされてますんで、もし K コンピューターのアカウントをお持ちであれば、ここで、お使いになることができます。で、最後、これが講習会ですね。さっきも言いましたけど、本当は実習までできれば非常に良かったんですけども、時間の都合上で、この枠の中では実習までできませんでした。しかしながら、まあ、講習会を定期的に開催してまして、2014年度にはまあ予定ですけど7月16、9月18、12月18の3回を予定しています。で、だいたい午前中から始まって3時ぐらいまでの感じで毎回やってるんですけど、前半は座学、まあ、これはちょっと今回のお話とだいたい同じなんで同じになってますけど、午後からは実習ということで、実際に処理器を使って XMP の処理器を使って、コードを並列実行を試していただくというところまでやっております。
で、これは、まあ隣の建物の計算科学振興財団フォーカスのウェブページから申し込みすることができますが、まだ現時点では始まってない感じなんですけど、もし今日の話を聞いて XMP にご興味持たれた場合には、この講習会なんかをぜひ、参加してみてください。最後、まとめですと、まあ、現状並列プログラミングの分散メモリの並列プログラミングの、まあ、デファクト標準としては MPI が広く使われていますが、MPI は、まあ、簡単ではないというところで、まあまあ、この、高性能と高生産性を兼ね備えた並列プログラミング言語が必要と言われていまして、まあ、これは各国でも各研究機関でもいろいろと言語とかプログラミングモデルの開発が進められていますと。でその中でも、日本の、ベンダーや大学なんかが協力して、仕様を策定したのが XK ラブル MP と呼ばれる並列プログラミング言語です。この XMP っていうのはここに挙げたような特徴を持っています。で、その XMP に対する処理系としてコンパイラーとしては理研と筑波大が開発中のオムニ XK ラブル MP っていうものがありますと。でそれは無償でダウンロード利用することが可能になっております。よろしいでしょうか。はい、じゃあお疲れ様でした。